皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の名言のコーナーです。今回は、あの劇作家、ウィリアム・シェイクスピアから、シェイクス,イクスピアさんからの名言です。<laughs> すいません、真面目なところで。さて、 名言を申し上げます人々は悲しみを分かち合ってくれる友達さえいれば悲しみを和らげられる、うん、そうですよねはい本当にそうですねはいけど分かち合ってくれるかどうかの判断がね難しいですよね そういう人には分かち合わない方がいいですね。はいはい。本当に分かち合ってくれそうな人、そういう人を選びましょう。はい。そうですね。はい。いつもね、誠意を込めて接していればね、あのそういう人が出てできてくると思いますんでね。はい。そういうもんなんでね。はい。はい、ということで、今回も最後の最後の最後に。 もう一度この名言を申し上げて終わりとさせていただきたいと思いますそれでは皆さんまた別の配信でお会いしましょうそれでは参ります人々は悲しみを分かち合ってくれる友達さえいれば悲しみを和らげられる